ーチ。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。エド、文句言う。あ、メス、今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの、まあ、道前、そして秋山さん、お前登場会、我々の桐生さん、どうだろうな、健康的で、哀れ、二人ともドブに沈むがいい。よく言うよ、そこに倒れてる4人はあんたのお仲間だろう。正直一緒にいたの、ああ、マフィアっての特別なやつ。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。いや、ちょっと待てや、おっさん。俺に何か用か？ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ、すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ？あ？んだとこら、てめえ、舐めてんのか！何をやってんだ？仕方ねえ。逃げなし。
時間食っちまった。気をつけろよ。ありがとうございました。手間取らせやがって。